宮崎市フェニックス自然動物園は、宮崎県宮崎市にある、フェニックス市以外アリゾートに隣接する、動物園。指定管理者制度に基づき、宮崎市が出資する、第3セクターの宮崎市フェニックス、自然動物園管理株式会社が管理、運営している。2019年4月4日、オスのチンパンジー元気が幅6メートル、深さ1.2メートルの水堀を渡り施設から、 脱走した。そのは入場者を全員レストランに避難させることで安全を図り、幸い犠牲者を出さずに済んだ。脱走から1時間後、獣医が麻酔の吹き矢を利用して捕獲した。脱走した原因は、縁側がチンパンジーが水を嫌い泳げないものと楽観して施設を設計したことにあった。宮崎市フェニックス自然動物園条例。 指定管理者制度について放送当時の企画名は、宮崎 CEY や。この企画は後に、水曜どうでしょう。DVD 全集の第5弾に収録され、DVD 化されている。チンパンジーが、施設脱走宮崎動物園内うろうろ。産経新聞2019年4月20日、チンパンジー水路から脱走か泳いで電気柵くぐり抜け。フェニックス自然動物園、宮崎、 毎日新聞2019年4月10日。ありがとうございます。